これを、まあ、これで解きましたんで、実際に、どういうグラフかっていうのを見てみますと、横軸に、ここをエネルギー順位 E0 イコール0に置いてやりまして、デルタ EI イコール、エネルギー引く、エネルギー順位の差ですね、 E じゃなくてイプシロン、イプシロン、イプシロン0、規定状態、規定状態、規定状態で、これが、エクスポーネンシャルのマイナスコになりますから、こういうふうな、縦軸に Ni っていうのを取ると E エキスポーネンシャルのマイナス KBT 分のデルタ I と、こういうふうになりますと、これをボルツマン因子と言います。で、この Ni ですけども、普通の E 関数ですからここは1ですね。どういうことを言ってるかっていう と、規定状態の、N0、規定状態の N0 っていうのは、N0 っていうのを、1と置いてるわけです。で、任意の、デルタ EI における、ここにも EI 使ってるから、ちょっと J にしましょうかね。における、NJ っていうのは、NJ っていうのは、だから 0. 点いくらいくらっていう、1よりも小さい数字で指数関数的に減少するという特性を持ちますよ。これをボルツマン因子と言います。で、通常は、このボルツマン因子で、じゃあ、全体これだけ、粒子がありましたっていう時に、全体分のこれがどれだけを占めますかっていうふうに考える時は、分布っていうことを考えるんだったら、ボルツマン分布って言ったら、まあ仮に PI としますと、ボルツマン分布 PI としますと、シグマの、I イコール1から全てですね、全てについて、エクスポーネンシャルのマイナス、J にしておきましょうかね。KBT 分の、デルタ、イプシロン J を全部足した分の今の、注目しているエネルギー順位の、規定状態との差を、こう取ってやると、この分母で割ってやると、これは確率になりますよ。こっちの式は、N0 イコール1にしてあります。で、それの比率になってますので、全部を足して分数にしてやりますと、かける100で、パーセントに表せますよという、これは、まあまあ、通常言えば、ボルツマン分布ということになります。大丈夫ですか？結局だからボルツマン分布って何っていうと、ある状態っていうのは結局、分子運動とそれから1で決まってくる関数ですけども、これっていうのはそのまま温度と体積に対応しますよとですね。温度と体積、だから状態、ある状態におけるありそうなエネルギーですね。確率の問題になってきます。いろんな状態を取る可能性はあるでしょうけども、まずは一番なりそうなのはこれぐらいの比率になるんじゃないかなっていうのを示すのがボルツマン分布です。ですか、ボルツマン分布。分子運動と位置の、取り得る数、場合の数を、場合の数から、エネルギーとの等式差を作って、それで表されたのがボルツマン分布です。具体的には、前後が、前後しますけども、運命性の場合は、もうすでに出ました、沈降ですね、沈降、例えば、どうしましょうかね。
カクテルを作りました。テキーラサンライズずというカクテルを作りました。中にアルコールが入ってて、アルコール飲料が入ってて、その下に果汁を入れてやると、果汁は、小さなコロイド分子になりますので、コロイド粒子ができてますので、これがブラウン運動で突き上がってくるわけですが、どれぐらい上に上がってくるかっていうのは、その、果汁の、粒の高さっていうのは、まあ、この式に従って、ブラウン運動で熱エネルギーでどれだけ上がってくるかに対応するようなエネルギー、順位、位置エネルギーを持っているものっていうのは、こういうふうに下で詰まってて、上で薄くなってきて、で、こっち下の方が黄色で、アルコールを赤色にしておくと、まあ、黄色から赤色にグラデーションがかかるような、これがテキーラサンライズっていうふうに言われるカクテルがありますけども、こういうグラデーションができるっていうのは、ブラウン運動で、KBT の熱エネルギーで、位置エネルギーを運動エネルギー、力学的エネルギーとしての位置エネルギーを確保しているというような、分布を、数式的に表しているものです。もちろんガチャガチャと動かしてしまえば、ありそうなじゃなくて動かしてやりますから、混ざらしてやりますとそういうふうにはならないですけども、粒子が一個一個詰まっていればずっと置いとくと、だんだんこう、粒子がブラウン運動で、飛び上がりやすい確率のものだけが上がってくると、で他は全部沈んでるという、こういう風な、グラデーションがかかりますよという風な性質のものです。なんかこういう風なことを考えると結構面白そうな話ですね。ボルツマン分布は異なるエネルギー順位 E1、E2、E2 の方が大きいですよ、を持つ分子の数をそれぞれ N1、N2 とした時の熱平衡における、両者の比に関する情報を与える。で、以下、整合問題、5つの選択肢があります。で、ボルツマン分布の式がこうなりますよ。で、さっき出てきてましたけども、ボルツマン因子っていうのが Ni イコール、エクスポーネンシャルの、KBT のデルタ EI でしたね。だから、NI を、NJ で割ってやったとすると、エクスポーネンシャルの分数になりますから、ここを引き算して、エクスポーネンシャルのマイナス KBT で、デルタ、J 引くデルタ I になりますかね。こういうふうに表されます。この式そのままですね。大丈夫ですか？この式から出している問題ですよと。これ2つ引き算しただけの問題ですよと。で、この式になりました。ですね。それで、1番、式の四角に入る物理量は、体積である。違いますね。熱エネルギーを、デルタ E に対して、釣り合ってる熱エネルギーを表してますから、KBT 温度ですね。熱エネルギー温度。です。で、2番、常に N2、N1 は1が成り立つ。エクスポーネンシャルの式ですから、こうですね。N0 イコール0、N0 イコール1、ここか。N0 イコール1に設定してますから、それより、単純減少する。0のところで Ni とすると、単純減少しますから、常にどこの点を取っても、常に、比率を取ってやると、E2 の方が大きいんだったら当然1より小さくなりますよということで、これは丸ですね。で、次、3番、E1 と E2 の差が大きいほど N1 分の N2 が小さくなる。ここの差が大きくなればなるほど、これ分のこれは小さくなってますね。これ OK です。ですね、いいですね。このグラフを思い出すと一番簡単ですね。で、温度が高いほど N2、N1 が小さくなる。温度が高くなると、今度は、温度が高くなると、マイナスのエクスポーネンシャルですから、こいつが大きくなると、これがちっちゃくなって、これがちっちゃくなって、エクスポーネンシャルのちっちゃくなりますから、マイナスにエクスポーネンシャルちっちゃくなりますから、温度が低くなると、どんどんこういうふうになっていきますんで、
ね。ですからこれは小さくなら OK ですね。差が顕著になってますね。これに対してこっちがどんどん小さくなる。こいつよりもこいつの方が小さくなるっていうので分かりますかね。で次 N2、N1 は、E 分の1となる時の、E2-E1 を活性化エネルギーというと。活性化エネルギーっていうのは、別にこれじゃなくて、反応速度、反応速度論のところで、まあ、似たような式なんでごっちゃになるかなっていうような引っ掛け問題のつもりなんでしょうけど、アレニウスの式っていうのが LNK イコール、LN、エクスポーネンシャルの関数で書いた方が関連性がいいですね。K イコール A のエクスポーネンシャルのマイナス RT 分の EA、 ほとんど同じですけども、ただ単にこれは、モルあたりになってるだけです。モルあたりになってるだけの話なんですけども、これの、活性化エネルギーっていうのは、ここで求められているものであって、こういうふうに定義されているものでは全然ないですから、これは×ですよというわけで、合っているのは234となります。いいですか。 なんかもうほとんどこう難しくて手つかずっていう話なんですけども、やってることは、まあアレニウスの式とそう変わらなくて、 Ni イコールエキスポーネンシャルのマイナス KBT のデルタ、これですね、ボルツマン分布、ボルツマン因子、よく、把握しておいてください。